どうもこんにちは、夢旅路です。今回はですね、こちら東京都は大田区にありますビートロンさんの方に行ってきましたので、そこでね、購入してきたものなんかを紹介していきたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、それではですね、準備の方できましたので、早速ですね、紹介の方していきたいと思います。まずはこちらのトコジキね、こちら900円で購入してきました。それとこのポロゼリー、これも600円くらいで購入してきました。それでこれがですね、おまけでいただいたものになります。はい、いかがだったでしょうか。今回ですね、ビートロンさんの方に行ってきて購入したものになります。おい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 、夢旅路さんよ、お前は東京都の大田区、そうビートロンさんに行って何をしてきたんだと。このトコジキとこのプロゼリー、そしておまけのこのカレンダーをいただいて、それだけで帰ってきたのか。ふざけんじゃねえよ。こんな動画見たくもねえし、こんなビートロンさんの名前を使っただけで釣りじゃねえか。ふざけんじゃねえ。そう思われた方、ご安心ください。この私、夢旅路、魚屋に行って魚を買わないような、そんなことをする男ではございません。そう、しっかりね、ビートロンさんに行って2時間お話を聞きました。すごいワクワクするようなお話たくさんしていただきました。めちゃくちゃ楽しい時間でしたね。もう10分くらいしかいない感覚で2時間いたような感覚です。妻からね、電話がかかってきて、もうあなた2時間もいますよと、私2時間タイムズで待ってますけどもとね、そんなことを言われて、あ、やばい、もう2時間も経ったのかと、そんな感じにね、なるくらいまで楽しませていただいて、何も買わないわけございません。安心してください、しっかり買ってます。はい、それじゃあですね、ここからが本番でございます。しっかり見てください、よろしくお願いします。はい、それじゃあですね、準備の方ができました。まずはじめにこちらね、ビートロンさんに行って購入してきた秘伝のイケダレ、こちらはですね、お弁当屋さんのナナリーさんの方で使用している秘伝のタレだそうです。とてもね、あのツイッターなんかでもたくさんの方がねツイートしていて、美味しいよと、やばいうまい、これを目的にね買いに来ましたなんていうね人もいるくらいなので、かなり美味しいタレなんじゃないかということで、私も今回買ってきました。それでこのタレはね、この動画で実際に使ってね、食べて感想までね、しっかり述べたいと思いますので、ぜひね、最後まで動画の方ご視聴ください。はい、続きましてこちらね、前回の元木ホワイトアイの動画にて昆布を食べたいと私、申し上げましたが、早速ね、夢が叶いましたね。こちらはですね、元木、株式会社様の昆布尽くし、そう、佃煮ですね。これはわさびきくらげの方を今回、購入してきました。これもね、食べて、こちらの方はツイートでね、感想を述べていきたいなっていうふうに思っております。はい、そしてこちらね、ここにね、今並べてるんですけれども、これをちょっとね、アップで見ていきたいと思います。はい、準備の方ができました。こちらがですね、ビートロンさんで1つ300円で購入した缶バッジになりますね。このビートロンさんといえば、この昆虫のね、体にあしらわれている花文様ですね。このイメージがね、非常に私はですね、強いイメージだなっていうふうに思います。センスの塊ですよね。
かなりね独特な表現で、ほぼね真似のできないような模様ですよね。うん、芸術作品だと思います。裏面もねしっかり作られてますね。うん、頑張ってますね。これね一種類だけね買うんじゃなくて、やっぱり私ねどうしてもコンプリートがしたいということで、この6種でコンプリートとなりますので、ぜひねビートルズさんに行った時は私同様コンプリートを目指していただきたいと思います。はい、それじゃあね次の紹介をしていきます。はい、次に紹介するのはこの灰皿とですねライターになりますね。まずはじめにこちらのね灰皿、ヘラクレスの灰皿とオオクワガタの灰皿の方を見ていきましょう。これね私初めてね見た時にこうちょっと触ってみたんですよね。うん、そしたら一切のデコボコがなくてですね、もしかしてこれシールっていうかこう転写されてるのかなと、絵を転写されてるのかなって思ったんですけれども、それじゃあねタバコ吸った後ここにもうジュッとやっちゃったらこの模様とか消えちゃうんじゃないかななんてちょっと思ってたんですけれども、なんとですねデコボコがないんですけれども、これレーザー打ちされているそうです。なのでタバコを吸ってねここにジュッとやっても問題なく、うん、また洗ってこのままの状態でね使用できるということで、もう最近の技術はね素晴らしいなと店長さんと一緒にお話ししていました。そうすごいですよね、全然こうザラつきとかないんですよ。すんごいツルツル、どっちともツルツルですね。うん、すげえなっていうふうに思いました。で私自身ね特に、タバコをやめた人なので、うん、かれこれ2年くらいですかね、うん、2年くらい前にはもうタバコやめてもう一切吸っていないんですけれども、これねやっぱりビートロンさんに行ったら別にタバコをね吸うために買うんじゃなくて別に小物入れなんかでもいいんじゃないのっていう風に言われましたので、あ、そっか小物入れだったら使えるなっていうことで購入したんですよね。うん、そしてこちらね、うん、こちらのライター、こちらのライターもですねやっぱり灰皿を買ったらライターもやっぱり買わなきゃいけないなっていう風にちょっと私自身思いまして購入してきましたね。灰皿同様ですね、ヘラクレスとオオクワガタですね、花万葉の昆虫たちが描かれていますね。うん、やっぱりねタバコを吸わなくてもですねやっぱりライター、何かあった時にね必ず、うん、非常事態の時にねライター1本持ってるだけで火を起こせますので、かなりね重要なアイテムなんじゃないかなっていう風に思いますね。すいません、なんか無理やりで、うん、でもねやっぱりコンプリートしてるじゃないですか、いろんなもの。うん、そういうことでね灰皿を買ったら間違いなくライターも欲しいということで一緒に購入してきました。それではですね続きましては私の食事タイムになりますので、ここもね飛ばすことなく、最後まで見ていただきたいと思います。それじゃあ次のステージに移っていきましょう。はい、それではですね私の、お食事タイムになりますので、ぜひですねここも飛ばさずにですね最後まで、見ていただきたいなっていうふうに思います。本当に最後まで見てください。はい、それじゃあですねこの秘伝の池だれ早速使ってですね食べていきたいというふうに思います。まずは池だれを開けまして、この匂いね、すげえ、すんごいいい匂いする。これ絶対肉に合うな。これねお肉のタレでね、うん、お肉にタレを絡めて焼くというふうに記載されてるんですよ。でラーメンとかスープのね隠し味にもなるということで、
万能調味料っていうような流れになっておりますね。早速ね、まずはこちらの方に入れて、今回私準備したこのお肉、このお肉はですね、どこのスーパーでも売られている普通のお肉ですね。このね、お肉、高いものを使えばそりゃうまいじゃないですか。間違いなくこのタレ関係なくね、肉うまいじゃないですか。それじゃダメだと、私ね、食にはなかなかうるさいので、今回はこのこま肉を使ってね、スーパーのこま肉を使って焼いてタレをつけて食べて、どれくらい美味しいのかっていうのをね、検証したいと思います。それではですね、早速焼いていきます。よし、お肉を、うわーすごい、いい音、一人焼肉最高。もうね、私ね、家族と一緒に食べるですけどね、基本肉のこう焼いてひっくり返して、はいはいはいってこう揚げてるだけで、あの自分の手元にね、あの肉なかなか来ないんですよね。うん、子供と妻と子供と子供にあげて、私は基本的に最後なので、今回ね、一人でこの動画撮ってます。この肉全部私のものですね。うん、最高に幸せな時間となっております。いやー、いい音、どんどん焼いていこう。うん、早速つけていきたいと思います。これしっかりタレをつけていただきます。うん、うまっ、うま辛、いや、すごいパンチがある。うん、めちゃくちゃうまいっすね、これ。これね、普通のタレじゃないっすよ。うん、市販で売ってるジョジョ園のタレとか、いや、エバラ焼肉のタレとはもう全然違いますね。これはね、買って食べないとわからない味、これはね、表現ができない。うん、うまっ。もうツイッターでみんながうまいうまいっつってる理由がわかりましたね、これ。うん、うまっ。今回の動画はここまでになります。最後はですね、私の食レポに、なってしまいましたけども、ぜひですね、あの東京都大田区にありますビートロンさんの方に皆さんも行ってね、私と同じようにこの池だれを買って、バッジを買って、ぜひですね、店長とたくさんの会話をしてみてください。とてもね、あのいい空間です。匂いもしませんし、その虫のね、匂いもほとんどしません。っていうか、もう私の鼻では感知できませんでしたね、虫の匂いは。そして空気もね、すごく良くて、あと綺麗、カップルで行っても全然女の子にね、嫌な思いをされないぐらい綺麗な空間でした。マッサージチェアもありますし、あと椅子ね、椅子テーブル関係もしっかり揃ってて、そこでね、こうおしゃべりしながら、アットホームな感じでカブトムシクワガタムシのね、会話とかお話、うん、なんかもして楽しめる素晴らしい空間になってますね。あとここだけのお話、私の息子もびっくりしたんですよ。ビートロンさんに行ったら一番最後、うん、退店する前にトイレの方行ってみてください。とてもね、センスのいい素晴らしいトイレになってます。ほんとここもね、おすすめですので、ぜひ退店の際はトイレの方も覗いてみてください。はい、それではですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひですね、また動画の方ご視聴よろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。